ございます。ご注意ください。この先揺れますのでご注意ください。次は青葉山東北大学青葉山キャンパス前。The next one 青葉山です。列車は東新井方面に26分かけて進行してまいります。常在線の車両はバリアフリーで快適な車内を目指しました。座席の中間部には立ち上がりやすく座りやすいように縦長の手すりを設置し、優先席は赤色のシートにしています。またドアの開閉を乗降口の上部に設置したランプやチャイム音でお知らせし、目や耳が不自由な方がドアの位置や開閉を分かりやすいようにいたしました。さらに車椅子スペースを全車両に1箇所ずつ設けるとともに、近くには介助者の方も利用しやすいよう2段の横手すりを備えております。乗降口には液晶式の車内案内表示装置を設置し、次の停車駅や乗り換え前後のご案内をいたします。Thank you.
ご注意ください。
動画終了です。次は仙台南北線 JR 線仙台空港直接線をご利用の方はお乗り換えです。日本の試乗会はその後足立駅まで走行し折り返す補助としておりますが、途中でお帰りを希望の方は次の仙台駅でお降りいただくこともできます。お降りの方はお忘れ物のないようご支度ください。なお再乗車はできませんのでご了承ください。東西線は次の仙台駅で南北線の下を10時に交差します。ホームは地下4階となります。降りたホームから改札口を出ずに南北線のホームで5分ほどで乗り換えることができます。ちょうどこの付近で地下39メートルの地下にあっております。
豊橋車両です。また、トイレは緊急の方のみ、上階のエスプレスのトイレをご利用くださいませようお願いいたします。